はい、ということでね、トランペットでございますけれども、今回の動画からですね、元号が令和になってからの企画となります。平成からね令和に変わって、まだそんなに日が経ってないですけれどもね、令和最初の企画はですね、前回平成最後の企画がですね、飯田線環状ということで、JR 東海環状ということでね、それのつながりといたしまして令和最初の企画はですね、JR 東海最長片道切符の旅ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、先日ですね視聴者の方から、こんなものをいただいたんですね。JR 東海の株主優待割引券というものをね、もらったんですけれども、有効期限がね、もう令和に入ってすぐ、切れちゃうということでね、ちょっともう早めにね、使わないとね、これをただの紙切れにするのもね、いただいた視聴者の方にもね、申し訳ないので、使おうと思います。で、区間はですね、東京から新宮まで、新幹線熱海東海道中央西線太田線高山線、東海道線米原新幹線名古屋関西線紀勢線というね、ルートで、確か距離がね810キロだったと思うんですよね。これが、JR 東海完結の、最長片道、ルートということになりますのでね、このルートで、またいろいろ動画を撮っていきたいと思います。じゃあ買いに行きましょう。はい、ということで切符がね無事に買えましてですね、こちらでございます。東京から新宮のね、乗車券でございまして、株主優待券を使ったのでこれね、印もついております。で1万円直帰しということでね、切りがいいですよね。で、経路がねマルスに、記載しきれなかった分は駅員さんがねこの綺麗な字でね、書き足していただきました。本当にありがとうございますということでね、この乗車券を見てちょっと違和感を感じた方はねちょっと鋭いと思うんですけども、東京がね、東京都区内になってないじゃないかっていうね、なんか指摘を受けそうなんですけれども、このね、株主優待券は JR 東海の管轄でしか使えませんので、東京都区内にしちゃいますとですね JR 東日本の、路線も乗れちゃうことになるんですよね。だからそれを防ぐために、東京という、ね、単駅指定になっているんですよね。だから品川とか新横浜 をやったとしても、東京都区内とか横浜市内という駅にはなりませんし、京都新大阪を使った場合でも京都市内、大阪市内という、ね、表記にはなりませんので、在来線から乗り継いで新幹線を、ね利用する場合は、お気をつけください。で料金券もね、1列車だけ、割引されるということでね、せっかくなので、旅のね多分フィナーレになるであろう紀勢線のね特急南紀号のねグリーン車にしてみましたね。そうキハ85型もねそろそろ引退が、宣言されてますのでね、せっかくなんでグリーン車に乗ってみようと思います。なんでね、令和初のね、企画でありますので、JR 東海最長片道切符の旅をね、楽しんでこようと思います。じゃあ皆さんお楽しみに。はい、ということでね、今日は5月の30日ね当日やってきましたけどもね、動画の冒頭でもね説明した通り JR 東海のね最長片道切符っていうのをね、今回やっていくわけなんですけど、令和最初に取る、企画になりますね、今回はね。ということで今東京にね多分バス映ってると思うんでどこか分かると思うんですけど、まあ、東京駅にね、旅のスタート地点でございますけれどもね、今日は今大君にね、撮ってもらってるんですよね。だから大君が、まあ大工も動画出すんですけど、熱海まではね、最初旅の序盤は700系のこだまで熱海まで行くということでね、やっていくんですけどもね、大工700系楽しみですね。そうですね。そう、うん、で来年で引退ですからね。あ、そっか。700系ってあれなんですよね、実は自分の生まれた年と同じ年に運行開始してますから。あ、だからすごいつながりがね深いんじゃないですか、うん。ということで、東京から熱海まで、700キロこだまで行くということでね、じゃあ改札の方に行きましょう。
はい、ということで改札にね、やってきたわけなんですけれども、今回のこの旅の始まりは、冒頭でも説明した通り東京駅からね、新幹線で熱海まで行くということでね、今回これはいいご予約の、ね、熱電車で発見するということで、これもおそらく発見できなくなるのでね、レアになると思うんですけどもね。じゃあまずホームに上がりましょう。じゃあ早速ねホームに入っていきたいと思います。さあ今回乗るこだまはですね、このこだま683号ということで、これは新大阪まで行く700系の定期列車という風になりますのでね、東海道新幹線全区間ね700系で定期列車に乗りたい人はこのこだま683号を、に乗っておくことをお勧めします。まもなく15番線に16時26分発こだま683号新大阪行きが到着いたします。安全柵の内側までお下がりください。列車は8号車、9号車、15号車、9号車、1号車から7号車と13号車から15号車です。今回の最長片道切符の旅が、スタートしました。Thank you.
い、ということでね、東海道新幹線熱海駅に、到着しましたね。1番列車は、こだま683号の700系ですね。なお熱海はですね、2面2線の、駅ですので、もうすぐに発車しますのでね、速やかに、降りましょうね。じゃあこの700系を見送りましょう。1番列車ですね。はい、ということでね、熱海駅は先ほども言った通りですね、2面2線で対比ができない駅なので、こういうふうにね、通過列車の案内が聞ける、放送が聞けるのはですね、熱海駅だけなんですよね。で、まあ、熱海駅ね、カーブしてますのでね、新幹線でも結構、そうですね、東海道新幹線で一番遅い通過速度、まあ、といってもね、170キロぐらいは出ているんですけれどもね。はい、ということで今ね、熱海駅の通過シーンをね、入れたということで、こちらの一番列車の動画はね、終わりにさせていただきたいと思います。で次からですね、熱海からは、沼津までね、ちょっと変わった列車にね、乗りたいと思いますのでね、次回をお楽しみください。じゃあご視聴ありがとうございました。